皆さんこんにちは、いちきです。はい、今回ですね、タイトルにもある通り10月10日にいちき主催のバス釣り大会を開催することになりました。いやー、本当にね、いつも皆さんが応援してくれてる、おかげでこういった開催に踏み切ることができたので本当にありがとうございます。まあ、釣りだけじゃなくて、その大会に来てくれた人たちとのつながりもこう広がっていったらいいなっていう思いも込めて、その、ね、出店を出したりとか楽しい大会になればいいなと思って今準備を頑張っていますので、ぜひぜひたくさんのエントリーをよろしくお願いします。はい、でそして先日松屋ボートさんの方に行って会場の雰囲気とか注意事項だったりとかそういったものを撮ってきたので、本当はその時にねこういうオープニング撮れればよかったんですけど、私もその注意事項の方に頭が回っちゃっててオープニング撮り忘れてたので、今遠征先のホテルで撮ってるんですが、なのでちょっと最後まで見ていただければと思います。はい、で注意事項が終わったその後にはおまけで霞ヶ浦をねちょっと釣りしてきたので、その映像も入っているので、よかったら最後まで楽しんで見ていってください。大会のエントリー自体は明日の、9月3日からエントリー開始となりますので、どしどし応募お待ちしております。ではどうぞ。こちらがおかっぱりの会場になります。こことあっちの道路の向こう側に止めてもらって、この辺にテントを立てて、おかっぱりの人たちはここで、開会式をして、閉会式は松屋ボートの方でやります。なので開会式ここでやって、釣りに行って、帰着受付をここでやって、松屋ボートの方にちょっと歩いてきてもらう形にはなるんですけど、閉会式と表彰式と抽選会は松屋ボートの方でやります。はい、駐車場のオープンが朝5時半に駐車場開けるので、その前にハザードとか焚いてこの辺に止まってもらうと、ここがね一車線しかないので、それだけはちょっとしないようにお願いいたします。で、受付開始が、6時で、出発が7時目安ですね。それで、この駐車場に誘導員の方がいらっしゃるので、必ず誘導員の方の指示に従って駐車をお願いします。はい、それだけです。ここが松屋ボートの会場ですね。で、下に集まっていただいて、この駐車場で閉会式と、抽選会を最後やります。で、駐車場が、ここブワーってブワーっと当日誘導員の人いるので、その人に従って車止めてください。ここと、この前ですね、ここに止めてもらって、ボートの受付が6時、朝6時で7時15分出船目安です。で、開会式はもう桟橋でやるので、皆さんボートに乗ってもらって開会式やって、スタートのコールしたらもうそのまま出船みたいな感じになります。あ、松屋ボートのジュニアさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ボートの予約が3日の12時からでいいんですよね。そうですね、はい、はい、3日のお昼12時に必ずボートの予約をしてからエントリーをお願いします。よろしくお願いします。お願いします。たくさんお待ちしております。お待ちしております。
あとまとめて予約を取られるとボートの方はちょっとややこしくなってしまうので、必ず、ボートに乗る人が予約をしてくださいでいいですよね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、そうそうそう、7時15分出船なので、それまでに必ず受付 と、ボートのセッティングを終わらせておいてください。でボートのセッティング自体は特に時間がなかったので、まあ、朝早く来る人がいれば別にそれでいいですけど、車をちょっと、ね、当日の朝誘導員が来てからちょっと移動してもらう可能性もあります。はい、あとちょっとここも駐車場が限られてきているので、できるだけ乗り合いをお願いします。おかっぱりの方もそうですけど、駐車場が限られてきているので、できるだけ乗り合いをお願いします。はい、干して、そして今回すごいのがこのね、この下に、今車止まっちゃってるんですけど、ここにクレープ屋さんとたこ焼き屋さんが来るんですよ。すごくないですか。なのでちょっと出店みたいな感じが、ここに昼みんなが出店した後出店されるので、まあなんかお腹空いた人はぜひこの辺でなんか買ってもらえればと思います。アユクローンと、違う、これアユクローン と、ボラコンのなんとね1期カラーができたので、それも、皆さんが出発した後にここで物販をするので、ぜひよろしくお願いします。でメジャーも今一応作ってるんで、まだ物はないんですけど、一期のオリジナルのメジャーも販売します。はい、そしてここのね自販機にピンクモンスター売ってるんですよ。なんとこれピンクモンスター、当日パンパンに入れときますんでよかったら皆さんで飲みましょう。はい、ということで当日たくさんの方にお会いできることを楽しみにしております。エントリーお待ちしております。おいじゃのー、キャットも反応しない来た、バス、いや、え、バス？キャット。いや、キャットかい。キャットかい。おー、キャットでしたー。残念。マジ？マジで？え、なんか待って、バスや。バスや。やったまあやっぱ大船釣れるんすね。やったー、やったー、久々カスイワス釣った。ベロディですね、ベロディです。 3.5g 巻いてたら大船から出てきました。うわー、めっちゃ嬉しい。1ヶ月以上カスミワス釣ってないやったー、よし、大会お待ちしてます
さんのエントリーをお待ちしてます。